これ何かと言いますと、ジョエ・コロンボが1970年にデザインをしたボブです。当時は製品化されませんでしたが、2023年に B ライン社が製品化をしました。なんかよくわかんない形状のものですけども、これはオブジェクトフォルダーと呼ばれています。例えばですね、ペンをこうやって刺したり、物を置いたり、スマホみたいな形のものをこう刺したりとですね、いろんな収納ができるというもので、要はデスクオーガナイザーみたいなものです。それでこれは素材選びが独特なんですよ。ポリウレタンゲルを使ってるんです。だからこんな感じでうねうね動きますし、こう見えてですね、かなり重量があります。というように、2キロから3キロぐらいは重さがありますかね。すごい弾力ですよ。だからこそこれは動画にする甲斐がありますね。こんな感じで動くんですよってことが分かりますから。あ、ちなみにちゃんと裏に B ラインとジョイクロンボのサイン入ってます。曲げようと思ったらこんな感じになりますし、ちゃんと戻ります。これ1970年のデザイン当時ではポリウレタンゲルは存在していなかったので、今回の製品化にあたって採用された素材です。おそらくですが、当時はこのデザインはプラスチック、ABS 樹脂か、あるいはウレタンでやってたと思うんですよ。ウレタンは1930年代にはありますので、これをウレタンで作ること自体は当時できたと思うんですけども、ウレタンはですね、どうしてもこういう構造で、こうやって動きがあるような感じにすると、割れてきちゃうとか、そうした問題があります。加水分解もありますしね。で、製品化するとなるとかなりチープで安っぽくて消耗品になっちゃうので、そこをポリウレタンゲルにすることによってクリアしたということなんだと思います。ポリウレタンゲルというのはウレタンと異なったもので、エラストマーですからゴムに近いですかね。というかゴムでいいと思います。それが粘着性もあるし耐久性もあるしっていうところで、すごく長持ちする強いゴムというふうに思ってください。だからゴムっていうと身も蓋もないんですけど、セールチェアの背もたれもあれもエラストマーなんですよ。で、あれ12年とか使ってても普通に弾力もベタつきもないので、かなり長く使えるはずではあります。だからこんな風にしても戻るといった感じです。ジョエ・コロンボの作品がこうして今も製品化されて手に入るっていうのはいいことですね。それに最近はこういったデザインのものとかそういうものってなかなか作らないじゃないですか。だからこそなんかこうセンスがある人がですね、こういうのを使ってもらえるといいんじゃないかなと思いますよ。結構目引くと思いますよ、これあったら。お遊びみたいなアイテムですけども、こう一個置いてもらえるといいかもしれないですかね。ちょっとでかすぎるなっていう気はしなくもないですけど。ということで参考にしてください。では。